ちょっと駆けつけてご挨拶に伺っただけなので、いや、びっくり出してくださるということで、いやいやいや、ちょっとリスナーの皆さんにもこれ嬉しいサプライズですよ。いや本当に急に出れるもんなんですね、ラジオって。いや急に出れるもんじゃないんだけど、気を利かせてくださってね、出させてくださった。いやいやいや、私もね、まさか今日会えるなんて思ってなかったから、はい、私もサプライズですよ。嬉しかったですよ、本当に。いやもうでもいつもイオンコーナー盛り上げていただいて、本当にありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ。ね、今日もたくさんお客さんいらっしゃいましたね。そうなんです、あの石川から来てくれた人もいて、石川県から来てくれた人びっくりで、神奈川、千葉の方もいらっしゃって、本当に石川県の方っていうのは今朝来られたんですか、それとも昨日の夜から。多分前乗りして来られたんですけど。すごいな、イオンパワーと、そして日本エレキテル連合のパワーですね。イオンさんのパワーですよ、本当です。いやもうね、実はメッセージ、本当ね、イオンコーナーにもたくさんお二人宛てに届いていまして、40歳女性、ラジオネームチョコラさんから。細貝さん、お体の具合はいかがでしょうか。あんまり無理しないで頑張ってくださいねと。ご心配おかけ、ちょっと肺炎でね、入院させていただいて、皆さんにご心配おかけしたんです。もう全開しましたから。もうすっかり、はい、大丈夫ですか。大丈夫。全然ダメじゃないの。わざとでしょ、今の。ピンピンしてます、もう元気元気。あと25歳女性、ラジオにはキョロさんから、日本エレキテル連合のお二人、お誕生日おめでとうございました。ありがとうございますね。お二人1日違い。そうなんです、知らなくて組んで聞いたら1日違いっていうので。そうなんです、ね、でも星座が一緒なんで、サソリ座がダメだと2人ともダメなんです、その占いが。運命共同体みたいな感じ。なるほど、そんなところでもつながってるんですね、はい、あとメッセージでね、あの2人いつも誕生日プレゼントを交換してると、なんか今年はどんな感じだったんですか、あと誕生日会話したんでしょうかと。誕生日会話してないんですけど、橋本さんが、はい、あの明美ちゃんの方が私になんかシャープ、いいシャンプーくれたんで。12日なんでね、先なんですよ、中野の方が。あ、そうか、なるほどね。私はしたくなかったんですけど、もらったから仕方ないから。あとちょっと肺炎で迷惑かけたから、ちょっとティファールのお鍋のセットをプレゼントしました。すごい、細貝先生なかなかやるじゃないですか、はい、高いものあげて。シャンプーもいいやつでね、お風呂入ってくれよって、しっかりお風呂入れよって。細貝さん、お風呂はもうあんまり好きじゃなくて、願いを込めて。え、使いました？使いました。あ、どうでした？いいですよ、すごい。あ、はい、張りが出ました。使って、私もティファール使いました、ね、お鍋も最高です。あの収納もできるようなやつなんですよ、お鍋を重ねてしまって取っ手が取れるやつなんで。あ、そうなんだ、はい、もうね、コンビ愛がね溢れているお二人ですが、今日モナカのテーマが回ってる話なんです、はい、何かこう2人の間で回ってる話ってあります？あります、あります。お、何ですか？あの私は、はい、あの中野さんが、あの肺炎でちょっと入院してる間に、はい、一人での仕事が回ってきました。あそれどうだったですか？そう、ツイッターなんかではなんか結構ね、今日は一人でこういうところに行ってきました、こんな仕事してきましたってアップしてて、なんか私が、お休みの間は一人で頑張ってくれたんですけど、はい、それと関係なく退院してからも一人の仕事をすごい取ってくるんですよ、営業して自分で。あけみちゃん3件ぐらいあるかな、これからも。中野が退院してから3件ぐらい。今日もあるんでしょ？今日もありますね、すごい優越感感じてますけど。なんか嬉しいもんですね、なんか嬉しかったですか？そうです、2人でしてる時はやっぱりあのコンビでね、一人で来ることはなかったんですけど、なんか、充実してるな、日々けなげなに頑張ってるな私っていうようなのが見せれるので。なるほど、腹立つんですよ、勝ち誇った感じで来るから。一人でやってるぞ。え、不安はなかったですか？不安はね、ないんですね、これ。俺意外とあけみちゃん強いんですね。でもうち折半なんで、はい、あの稼いできてもらったらいいかなと思って。そうね、ちょっとぐらい休んだ方がいいわよね。さあ、そんな日本エレキテル連合ですが、はい、J ゴッツ、はい、そうなんです、実はですね、はい、我々日本エレキテル連合のライブから生まれた、
音楽ユニットの J ゴッツっていうのが、はい、今年あの音楽デビューしまして、おめでとうございます。ありがとうございます。シャレで作ったのが結構あの評判がよくって、え、これそもそもは、はい、コントの中で生まれたものだったんですよね、はい、あの宮司と巫女のコントをしてて、もっとどうやったら若い人を呼び込めるかなってあの神社に、はい、じゃああのラップ歌ったらいいんじゃないかっていう、若い人にね今流行ってるし、ラップやっちゃえみたいなノリの、でできたで、私が作詞して、はい、音楽は別の方が作ってくださったんですけど、はいはい、そしたらあの爆笑問題の田中さんが、はいはい、あの事務所の先輩なんですけど、すごい褒めてくださって、そしたらあれよあれよという間になんか配信が決まっちゃって、すごい、そうなんですよ、すごい楽しいっていうか、歌っててでも楽しいです、こっちも。あ、そうですか。曲がいいんですよ。あ、どういう感じの曲なんですか。あの DJ 磯さんっていう、まあ、かなりすごい方とかプロデューサーのあの、え、何忘れたぞ、あの字は忘れないでよ私も焦ったわ、漢字が読めない、あのそのかお二人すごいいい楽曲名前忘れたけど私が忘れてないですよ神社に来てくださいっていうプロモーションこれ楽曲、はい、あ、写真が、ゴリゴリのラッパーの格好した神主と巫女さんなんですけど、激しい、え、中野さんが宮司さん、はい、宮司やってます、で、あけみちゃんの方が巫女さん、はい、おー、かなり激しいですね。そうなんですよ、曲もじゃあ、まあ、こんなテイストでゴリゴリのラップです。あの歌詞も、はい、あの教養って言ったらなんですけれども、はい、あの神社行く時に、はい、あ、ちょっとどうしようかな、その作法とかわからないなっていうのを、それをこう教えてくれるような曲にもなっておりますので、じゃあこれを聴けば神社でのお参りの仕方が分かる、お正月とか参拝の時にちょっと行く前にエレキテル連合の J ゴッツを聴いとこうかなみたいなって聴いてもらえれば恥ずかしくないですよね、参拝。そうですね、うん、そんなナンバーが出来上がったわけですね、はい、そうです、分かりました。これは21月9日にデジタル配信が始まってるんですよね、はい、そうです、ということはもう皆さん聞くことができるわけですね。もちろんでございます。じゃあ皆さんぜひチェックしてください。お願いします。さあ今後のお知らせ、はい、これ以外に何かありますか。 あります。実はその J ゴッツがですね、はい、26日土曜日の、はい、あのヒッツザタウンを公開生放送に出演させていただくことになりまして。あ、そうなんですね、はい、あの場所が大宮アルシェビル5階のスタジオアルシェの方で、はいはい、公開生放送に出させていただきます。 J ゴッツとして行きますので。なるほど。その時はじゃああんまり日本エレキテル連合としてではなく、そこが、ね、今キャラクターを迷ってて迷うところですよね。この間の単独公演でできたばっかりでね、ちょっとで今回その出させてもらうキャラで出してもらうのは初めてになるのかな。初めてですね。これはじゃあ公開スタジオなんで、はい、当然衣装も、 メイクもバッチリで、はい、バッチリってキャラクターだけ入ってないんでこれから入れる作業をしていこうと思って間に合わせないと26日までに、あと11日ありますからはい、頑張らないと。あのぜひ来てください皆さん。ぜひぜひ、まあ、もしかしたらじゃあヒッツに出てる時には日本エレキテル連合って言わないかもしれないけど、はい、J ゴッツイコール日本エレキテル連合と、はい、皆さんぜひ覚えてください。はい、26日土曜日のヒッツザタウンにご出演です。楽しみにしていてください、はい、ということで、まああっという間でしたけど、わざわざね帰り道寄ってくださって本当ありがとうございます。私たちあの iTunes のファンで、はあ、ブログチェックさせていただいてるんですけど、はい、更新してください魚釣り行ってで最近そのまあちょっと情報とか上がっててあれ更新ないな嘘見てますか、まさかそこ突っ込まれるのありがとうございます頑張ります、はい、じゃあ今日更新します。はい、お願いしますじゃあこの後あのお一人での仕事も頑張ってきます、はい、もうやりますよ今日は、ね、できますから分かりました、ありがとうございました。引き続き4コーナーの方もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。では最後にその J ゴッツのナンバー聞かせてもらえますでしょうか。ダメよ、ダメダメダメなの、ダメじゃなしでダメ、お願いします。じゃあお二人の方から曲紹介お願いします。はい、はい、日本エレキテル連合の、ユニット J ゴッツで